より両選手の紹介でございます。チャンピオンのアブドラザ・ブッチャーです。実に16年ぶりのリング上です。チャレンジャージャイアントババ。さあ山田さん、今セコンドには先ほど勝利をものにした鶴田と天竜が入りましたね。そうですね。しかしまあいよいよ待ちに待った PWF のヘビー級の選手権試合、海外へ乗り込んで、シカゴへ乗り込んでのタイトルマッチですね。まあこれはね、はい、本当にあの馬場選手にしてみれば、はい、土壇場に追い込まれてのもう海外でのタイトルマッチ、もう何が何でも取らねばならないというところですね、はい、そうですね。おっと早くもチャンピオンのアブドラザ・ブッチャーが頭突きから地獄突き、おっと思い切ってヘッドバット頭突き突き、おっと今度は狂気シューズ攻撃、エルボードロップ、そのまま1本目助かるか、ババを返した、ババ返しました。必死の形相です。先制攻撃スピードがありますね。ブッチャーは早いですね。狂気シューズ攻撃でジャイアントババの喉元を狙いまして上半身を狙ってますね。そうですね、あのいつもよりね空手を多用してますね。はい、そしてアブドラザブッチャー得意のジャンピングエルボードロップでございます。これは2回完行されました。ちょっと苦しい立ち上がりですね、チャレンジャー。そうですね、ここでねちょっとひるんじゃいかんですね。そうですね、相当苦しいでしょうけれども、はい、ここはやっぱり頑張りどころですよ。そうですね、あの1本先制されたら非常に立場苦しいですからね、まあ、このシカゴ思い出の地での挑戦、さらにはまた海外にまで追いかけてきたという意地、そして第一コンテンダーのロビンソンを退けての挑戦という3つの条件が重なり合いまして、もうジャイアントババは必勝の構えでございます。さあババが生き返りました。左の腕を取りました。ハンマースルー、あーっとチョップを見せたが動じません。おっとババも空手の構え、空手の防御です。うまくディフェンスを見せますね。これは新しい方法ですね。新しい方法ですね。ブッチャーが空手の構えを見せたら即座に馬場選手もやり返しましたね、はい、ジャイアント馬場選手は新春ジャイアントシリーズが終わった後直ちにニューヨークに入りまして、ニューヨークに修行しておりました頃のニューヨーク49丁目のシティジムで猛烈なトレーニングを開始して、このシカゴには4日前に入ってまいりました。そしてブッチャーを仮装してですね、山田さん、ムース・ショーラクという400ポンドの選手と秘密訓練をしてましたね。そうなんです、これはね馬場選手としては非常にね珍しいケースですね。本当ですね、今度の試合にね、いかにねその並々ならぬ決意を持っていたか、その証明でしょうね。本当ですね、とにかくあのブッチャー非常に重い選手をね選びましたね、はい、おっと今度はチャンピオンのアブドラザ・ブッチャーが早くも場外断線に持ち込もうというところ、場外に出ておりますのは世界のジャイアント馬場チャレンジャーです。頭の側頭部のあたりを思い切って狂気シューズ攻撃で攻め込んでおります。チャンピオンのアブドラザ・ブッチャー、アブドラザ・ブッチャーは日本で1回防衛に成功しておりますので、今夜が2回目の防衛戦、初めての防衛と相手は同じジャイアント馬場、必要にタイトル奪還を狙っております。なんといたしましても冒頭に申し上げましたが、一番愛着を感じているチャンピオンベルトですからね。ショルダータックル、打ち勝ったのはチャンピオン、ブッチャーが打ち勝った、エルボードラップ、これは効いたぞ、頸動脈のあたりに突き刺さった、あっと左の肩上がりましたね。ちょっと上がりましたね、助かりました、左の肩が上がりました。よく見ております、レフリーのカール・ディブシャーでございます。なかなか素晴らしいレフリングですね。レフリングですね、本当にあの細かいね、はい、ところまで見てますね、はい、左の肩がちょっと上がりました、助かりました。チャレンジャーのジャイアント馬場、さあ思い切ってチョップでいきます。逆水平殿下の砲塔を抜くか、おっと頸動脈、耳の攻撃ですね、はい、はい、両方に当たりました。これはいい攻撃です。耳そぎチョップを見舞いました。やっと落ち着いたようです。世界のジャイアント馬場、16年ぶりのシカゴのリング上です。さあ今度思い切って、おっと16問キック顔面に行きましたね、見せますね、顔面に16問キックを見せました。大きなお尻、チャンピオンの、おっとこれは倒れた、おっと早くも出血、ブッチャーの額、ギザギザの額から出血、フットワークがいいですね、馬場選手が。そうですね、あの身がね軽く動いてますね、まあ、十分にトレーニングを積んでのこの挑戦ですからね、はい、こういうね、非常に動きがいいですね。フットワークのいい時のキックというのはね、はい、威力が違いますね。なるほどね、さあ
ブッチャーに2回目の挑戦をして、果たして日本へ初代チャンピオンのジャイアント馬場、チャンピオンベルトを持って帰ることができるか。これがチャンピオンのアブドラザ・ブッチャーでございます。真っ赤な血、ダラダラと流れる真っ赤な血、シカゴインターナショナルアンビシアターのリング上に滴り落ちます。すごい位置です、ものすごい位置です。アブダラザ・ブッチャー、これは馬場選手有利になってきましたね。有利になりましたね。これだけの出血があるとね、はい、やはりね、まあ、あのブッチャーも闘志を燃やしますがね、はい、ここで思い切って攻撃かけるべきですね。もうめちゃくちゃに16問キックを浴びせかけます。16問キックの洗礼でございます。ダラダラと流れ落ちる血、もうお客様はただじーっとこの試合を見つめているだけですね。さあ今度は足を踏み鳴らします。足を踏み鳴らしての声援、これはどちらの声援でしょう。ジャイアント馬場に声援しているんですね、はい、チャレンジャーの馬場への声援が大きくなってまいりました。会場にはこのジャイアント馬場選手の存在を知っている方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね、あの先ほどもファンの方にね、はい、あの35、6歳でしょうかね、子供の時に父親に連れられてね、はい、馬場選手当時はあの馬場さんジャイアントと言ってたのを見たことがあると、いうようなことを言ってるファンの方もいましたね。ああそうですか、はい、まあこのジャイアント馬場は16年ぶりのシカゴ、先ほどからお伝えしておりますが、37年の6月の17日に時の NWA の世界チャンピオンバディ・ロジャースに挑戦してますよね。そうですね、そのリング上がこのアンフィシアターでございます。そしてこのシカゴのテリトリーはこの修行時代1年目のジャイアント馬場は大変人気がありまして、このシカゴ地区は11戦してるんですよね。そうですね、そして7回名イベントとして登場しております。名イベンターとして登場しております。さあ相変わらず出血が激しいチャンピオンのアブドラザ・ブッチャーですが、ジャイアント馬場が行く、馬場が行く、先手必勝ですね。60分の3本勝負ですからね、ブッチャーがねちょっと弱ってるように見えますがね、はい、まだまだ立ってますね。そうですね、用心した方がいいですね、はい、両方のスタンスを広げました。まだ倒れない、ロープに飛びました、ロープに飛ばされました。アブドラザ・ブッチャーでございます。さあ今度は長いコンパスで16問キック、もう機体の上、お今度は地獄突き、危ない、一瞬ひるみました、地獄突きで2連発、さすがにチャンピオンですね。そうですね、あの弱ったように見えてもね、底力を持ってますからね。そうですね、この PWF のタイトルを奪ってからの本国でのアメリカでのブッチャーの人気はどうなんですか。もうあちこちへね、遠征してますがね、特にあのプエルトリコなんかでは大変なね人気だそうですね。あなるほどね、はい、この AWA ゾーンではどうなんでしょう。AWA ゾーンはですね最近は入ってきておりませんけれども、やはりねこの PWF のタイトルを持ってるという噂がですね、はい、聞こえてきて挑戦者が多いらしいですね。なるほどね。さあ今度はダブルチョップ、脳天ダブルチョップを見舞いました。さあ倒れるか、アブダラザ・ブッチャー倒れるか、どうだ、まだ倒れない、我慢してますね。そうですね、しかし相当効いている模様です。ジャイアント馬場がぜん有利になりました。1本目は何としてももぎ取らなくてはなりません。60分の3本勝負、 PWF のヘビー級のタイトルマッチでございます。さあ馬場が勢いづきました、大きくロープに飛ばして、さあ何でいくか、16問カウンターフォー、シカゴのリング上、インターナショナルアーティシアター、思い出のリング上で16問を久々に打ちました。やはりね今チャンスですからね、はい、この気持ちがしちゃいけませんね。本当ですね、とにかくね今ちょっと弱ってますからね、さあかなり出血がもう流れ落ちておりました。おっとネックブリーカードロップだ、ジャンピングネックブリーカードロップだ。さあこれはフィニッシュになるか、どうだ、1本目決まった、来ましたね、これでいいです、これはうまくいきましたね。ジャンピングネックブリーカードロップ、ジャイアントババ、アブドラザ・ブッチャーから先制でございます。よくやりましたね。そうですね、やはりね今ねロープへ飛ばしてカウンターを取る余裕がなかったんで、はい、自らあの身を踊らしてのネックブリーカードロップですね。そうですね、見事にチャレンジャーのジャイアントババが一本先勝でございます。一本先勝いたしましたジャイアントババ。しかし勝負はまだ2本残っておりますので、まだまだ油断できません。世界の馬場でございますが、かなりダメージの大きいチャンピオン、まだ横たわったままの状態でございます。勝負の方は2本目でございます。なんとしても馬場としてはブッチャーのダメージが大きいだけに、ここはもう作戦を切り替えてストレート勝ちを狙うんじゃないでしょうか。そうですね、今のチャンスにですね、はい、一気に攻め込んだ方がいいと思いますがね、やはり力を抜いてますからね。いきましたね、はい、すかさず
すっと立ち上がりました。チャンピオンのアブドラザブッチャー、体ごとぶつけます。強烈なヘッドバット、一発でチャレンジャーの馬場倒れ込みました。しかし馬場が先制しています。非常に有利。おっとサイドからのヘッドバット、アブドラザブッチャーです。強烈、もう返り血を浴びました。ジャイアント馬場でございます。1万2500人超満員のシカゴのインターナショナルアンビシアターのお客様が、おっと豪豪たる声援、アブドラザブッチャーが噛みつきました。とうとうブッチャーも最後の手段ですね。そうですね、やはりね、噛みついてるというかかなり苦しいんでしょうね。はい、このシカゴのインターナショナルアンフィシアターは実に1万2500シートありますが、今夜はもうアリの入れる隙間もありません。超満員に膨れ上がりました。さあアブドラザブッチャーが強烈にヘッドバットのラッシュを仕掛けました。後がありません、チャンピオン、後がありません。さあここでジャイアントババが踏ん張るか、チョップを打つ、チョップを打った、さあ逆水、ああ不正だ、地獄突き、チャンピオンやります。チャンピオンの地獄突き、そして今度は後頭部へヘッドバット、もう本当に頭突き一本やりですね。そうですね、おっとジャイアントババがちょっとエプロン伝いです。エプロンから場外に放り出されました。頭突きとね、それから地獄突きですね。本当ですね。そして赤い鉄柱へ、あっと鈍い音がしました。エプロンによります鶴田、それから天竜もうびっくりしたような表情です。さあ師匠のジャイアント馬はちょっと苦しい立場に追い込まれましたが、カウントが続きます。レフリーのカール・デブシャー、カール・デブシャー、今やっとチャレンジャーのジャイアント馬は入ってまいりました。このシカゴのインターナショナルアンフィシアターは非常に古い建物で、1934年に建てられたものでございます。非常に大きいシアターです。さあ今アブドラザブッチャーが今度は対角線上に位置を取りました。そしてランニングのエルボードロップ、強烈、ババ立てるか、ババ立てるか、立てるか立てない、1対1、タイスコアです。ストレート勝ちはありませんでした。ちょっと油断しましたね。そうですね、やはりね、ブッチャーがですね、はい、かなり弱ってると見たんでしょうね。今度2本目はアブドラザ・ブッチャーが勝ち名乗りを受けます。おっとしかしジャイアント馬場の右の目の上ですか。そうですね、セコンドの鶴田天竜が今さっと入ってまいりましたが、スコアの方は1対1のタイスコアでございます。勝負は3本目に入ります。1分間のインターバルの間にも生き返りましたアブドラザブッチャーは、ジャイアントババに執拗にパンチ、それから頭突きを猛ラッシュしておりました。ちょっとババが苦しくなりましたね、山田さん。そうですね、タイトル奪還なるかどうか、ちょっと苦しいですね。鉄球にぶつけられたのが効いてるみたいですね、はい、頭がふらついていますが、おっとうまくつま先で立った、華麗なるフットワークを見せる今夜のチャレンジャージャイアントババ。さあアブドラザブッチャーの額がまたしても切れました。もうアメリカの女性です。お客さんがもう総立ちでございます。悲鳴を上げています。リングサイドにはそれにしてもいつも思うんですけれども、アメリカの会場はレディー女性のファンが本当に多いですね。そうですね、しかしあれ、この空手打ちは効果がありますね。そうですね、今ジャンピング空手を見せましたがね、はい、額が割れてるだけにブッチャーの相当ねダメージが大きいようですね。そうですね、勝負の方は決勝の3本目に入っています。果たしてタイトル奪還できるか、1対1この1本取ればタイトル奪還成功でありますが、アブドラザブッチャーのダラダラと流れる血が本部席の方に今ザーッと落ちていきましたね。そうですね、相当の出血です、相当の出血です。ドクターもちょっと心配そうな顔ですね、はい、そうですね、さあここはもうチャンスです。猛ラッシュを見せないといけないんじゃないでしょうか。そうですね、とにかくね、ただ接近するときに用心しなくちゃいけませんね、はい、そうですね、もうとにかく接近した場合にあの下からの地獄突きがありますから、はい、あれだけを用心していった方がいいですね、はい、さあ何としても日本のファンには奪還を約束いたしました。世界のジャイアント馬場、世界のジャイアント馬場、一番愛着を感じているチャンピオンベルトはもうすでに2代目から4代目まで外人選手です。さあ16問キック、喉元へ
これは行ったぞ、我慢する、チャンピオンの意地、チャンピオンの意地、まだ倒れない、倒れない、首を振っています。左の肩を回しました、ダブルチャップ、チャレンジャーダブルチャップ。そして左の16問だが地獄突き、そしてエルボードロップ、チャンピオン防衛か、チャンピオン防衛か、チャンピオン防衛か、防衛か、おっと助かりました、カウント2、カウント2ですね。危なかった、しかし危なかったですね、今のねエルボードロップはねものすごかったですよ。はい、チャンピオンが反撃に出ますとゴーゴーたる非難の声ですね。そうですね、しかしこの両方とも立ち上がらないとこう両方にカウントしてますね。はい、そうですね。さあ2人とも半腰の構えで戦っています。さあアメリカのシカゴまで乗り込んでまいりました、チャレンジャーのジャイアント馬場、すごい形相で、すごい形相でキックを打ちます、キックを打ちます、泣き叫ぶアブダラド・ブッチャー、アブダラド・ブッチャー、少年ファンがもうすごい顔をして怖い表情をして見つめています。1万2500人フルハウス超満員に膨れ上がりました。アメリカイリノイ州シカゴのインターナショナルアンフィシアターのリング上、死闘が展開されております。凄まじいタイトルマッチになりましたね、山田さん。そうですね、しかしね、今日のね馬場選手のフットワークが非常にいいんですよ。はい、まあ、何回も申し上げますがね、そのためにねキックの与えるダメージというのは大きいし、いつもよりも失血の量が多いですね。なるほどね。そしてそのまま覆いかぶさったが、これは返しました。やはりこの極寒の零下10度というシカゴなんですけれども、もう一生懸命トレーニングをした成果ですね。そうですね、さあ今度はチャレンジャーのジャイアント馬場が立ち上がりました。そしてアブダラザブッチャーのギザギザの額に思い切って16問、あっと防いだ防いだ、危ない、下から突き上げる、鋭角的に突き上げました。そして2位パット、さあ空手殺法、空手殺法チャンピオン防衛できるか、地獄突きだ、強烈に入った、馬場動けない、もうキャンバスは血みどろです。ものすごい流血ですね。そうですね、しかしあのレフリーはね、先ほどから見てますと、あのウッチャーの喉への地獄突きをかなり気にしてるみたいですね。はい、あ、なるほど、反則と考えてるんじゃないでしょうか。あ、なるほどね、はい、地獄突きを出しますとレフリーのカール・ディブシャーはカウントを始めますね。そうですね、これはヘッドバット攻撃、これはヘッドバット攻撃、正面から行きました。これを食っちゃいかんですね。あっと危ない、チャレンジャーババ大の字、危ないぞ、ここでエルボードロップでも落とされたらちょっとタイトル奪還のチャンスはなくなりますね。そうですね、あ、立ち上がった、チャレンジャー立ち上がりました。なんとしても日本に持ち帰りたい PWF のヘビー級のチャンピオンベルト、初代のチャンピオンに戻るか、それともアブダラド・ブッチャー2回目の防衛成功か。今のところ3本目の勝負は一進一退だが、ちょっと馬場のダメージが大きい、後ろに下がったチミドロの顔面が飛んでくる、エルボードロップフィニッシュか、あっと大丈夫です、カウントまで跳ね抜けましたね。そうですね、まだ力が残ってますね。あっと、おっと両側に落っこってしまいました。あっと、ちょっとこれは足元がふらついてましたか。そうです、非常にね足元がふらついてましたかね、あのロープへリバウンドしようと思って、自ら転落しましたね。はい、勢いをつけようと思ったんですが、今トップロープとセカンドロープの間から頭から落っこちましたよ。そうですね、これはかなりのダメージでしょう。しかもコンクリートですからね。そうですね、そして今日のアフィシアとのマットは非常に薄いですよね。そうです、さあちょっと目がうつろです。さあカウントが続きます、カウントが続きます、 PWF のルールだ、 PWF のルールだ。さあ肩から当たった、さあ肩から当たりました、ジャイアントババア有利、リングの中アブドラザブッチャー、さあチャンピオン、チャンピオン入れるか、カウント、カウントが続いています。さあ掛け声とともにカウントが始まっています。さあ10カウント、10カウント、10カウント、ババの手が上がりました、ババの手が上がりました、ババの手が上がりました。これはまだ正式な発表がありませんけれども、ジャイアントババ今のところタイトル奪還したと申し上げてよろしいですね。そうですね、レフリーはね完全にね、はい、カウントアウトしましたからね。これには起こりました、アブダラド・ブッチャー、さあ助っ人の天竜に一発頭突きをかませました。とうとうチャンピオン2度目の防衛は失敗でございます。今立ち会い人のロード・ブレアス PWF 会長がリングの中に入りました。チャンピオンベルトは果たしてババの腰に巻き戻されるのか。しかしアブダラド・ブッチャーが執拗にジャイアントババの額に噛みつきました、額に噛みつきました。しかし PWF ルールが使用されますので10カウントのゴングアウトのと思われます。あー、ロード・ブレアス会長がババにチャンピオンベルトを渡しました。ババ選手おめでとう。
場が勝ち名乗りを受けています。やりましたね。もう一度馬場の勝ち名乗り、ニューチャンピオン誕生でございます。いやー、本当によくやりましたね。やりましたね、もう本当にね、一瞬ダメかと思った時もあったんですがね、はい、本当にね、ちょっとした隙をね、うまくついて、足元を振らしてからしたのが成功のもとですね。そうですね、ピッチャーがね、かなりスタミナを失って、はい、あの足がグラグラしてました。これはね、やはりキックが原因ですね、はい、キックと流血ですね。もう一度ジャイアント馬場がシカゴのお客様に紹介されています。ニューチャンピオン誕生、実に去年の6月1日以来返り咲きに成功いたしました。8ヶ月ぶりのタイトル奪還でございます。一足先にドレッシングルームの方に戻ろうとするジャイアント馬場、ジャイアント馬場の腰には黄金の DWF の B 級のチャンピオンベルトが輝いています。タイトル奪還に成功いたしました。恨めしげに馬場の行方を見つめています、アブダザ・ブッチャー。しかしアブダザ・ブッチャーは第7回のチャンピオンサイバルにやってまいりますよね。さあ、おっと、チャンピオンベルトを失ったアブダザ・ブッチャーが私どもの放送席に乗り込んでまいりまして、モニターテレビをガシッとわしづかみいたしました。このお尻の下に私がいます。3月に行われる第7回のチャンピオンベルトやチャンピオンカーニバルには参加が決定しておりますけれども、何かありそうな感じもいたしますね。そうですね、ブッチャーとしてもね、はい、非常に悔しいでしょうね。そうですね、しかし実に見事に16年ぶりのリング上でタイトル奪還に成功いたしましたジャイアント馬場でございます。すごすごとドレッシングルームの方に戻りつつありますアブドラザ・ブッチャーです。よく前線いたしましたが、2回目の防衛は成功いたしませんでした。ボディーガードに付き添われまして、いかにもアメリカのレスリングらしいところ、ボディーガード2人に囲まれましてドレッシングルームの方に戻ろうとしておりますアブドラザ・ブッチャーです。すでにニューチャンピオンに返り咲きました世界のジャイアント馬場の方は控え室に戻っています。